7月初旬、クラブハウスで9月28日に行われる国立競技場開催のエスパルス主催試合に向けて準備が進められていました。この日はポスターやグッズなどに使用するための写真撮影と PR 動画の撮影が行われていました。めっちゃいい、めっちゃいいじゃないですか。めっちゃいい、めっちゃいい。選手たち何かをかぶったり持ったりしていますよね。パンツ1ね、パンツ1、富士宮市の皆さん、国立競技場で待ってます。実は今年の国立決戦のテーマはここは静岡。その意図は現在ホームタウン、ファミリータウンになっている県内9つの自治体がワンファミリーとなって国立競技場をホームに静岡一色に染めようということなんです。実はね、静岡市だけではなくて他に東部の方を含めて9つファミリータウンがあるということなんですが、まあ、ですので先ほど、ね、吉田選手が持ってたのは富士宮焼きそばだったりとか、声出てましたけど、はい、今もこうして乾選手たちがハッピーを着ていたり、各市町のこれは実は盛り上げをねしてくれています。本当だ、都市町の応援隊長みたいになってます ね、 そういうことですね。あ、これ静岡市のトロベーだ。待ってくれて、外国人選手たちも来ております。はい、いい笑顔だ。こうやってね、その東京なんだけど、ここはもう静岡って思わせるような雰囲気作りを選手たちが作ってくれてるんですね。で、結構選手たち本人にもこうやって企画を説明して、こうやってかぶり物をしたりとか、ね、これ静まいですよね。魚、魚介、カツオも来てます。本田選手、そして西田選手がね、選手たちも楽しそうですね。いつもピッチと見る笑顔とは違う感じ で、うん、でまたこの VTR もなかなかこの、ね、完成形こそみんなサポーター見れますけど、裏側ではこうやって本当にメイキングいいですね。島田の、お茶とあとはお米も持ってたりして、わー、貴重な映像です。皆さん、9月28日国立競技場で待ってます。まあ、6年間も住んでいたので、こういう形で PR できてすごく、嬉しいですし、御殿場米子ちゃんとか、学生時代になんか目にしてたものを久しぶりに見て懐かしい気持ちになりました。こうして撮影をした写真や動画が9月28日国立競技場を華やかにしてくれることでしょう。9月28日、国立競技場で待ってます。国立は静岡、来てねー。